宣伝部の荻原です。商品企画部の宮原です。商品企画部の木根口です。本日ご紹介するのはこちら、2024年3月発売予定のアクトアールコラボレーションモデル第4弾、こちらの3本を今日はご紹介したいと思います。ついにこの24年にまたハクトアール月に挑戦するということで、はい、そうなんですよ。なので今回はランナーにも来てもらいました。というかもう第4弾なんですね、はい、もうだいぶやってきましたまあ我々もねこう2019年からこの宇宙スタートアップ企業の iSpace さんをサポートしていますけれども、うんうん、まあ、このサポートの歴史と合わせて我々のこのコラボレーションモデルの発売であったりとか、はい、まあ、こういう技術の提供っていう部分のなんか積み重ねが、うん、まあ、この第4弾というところに来ているのかなと思いますよね。そうですね。実際に使われている技術がその時計にもふんだんに盛り込まれているっていうところもまた魅力ですよね、うん、そうですね、うん、最初に紹介するのがこちら CC406561Y です。宮原さんお願いします。はい、今回ハクトアールコラボレーションモデル第4弾というところでアテスタのフラッグシップモデルから、はい、ハクトアール仕様の限定モデルが登場いたします、はい、このモデルですね、大きく2つの特徴がございまして、はい、まず1つ目がですね、結晶チタニウムという技術が搭載されております。第2弾でも使ってた技術ですよね、うん、そうです。でこちらの結晶チタニウムなんですが、チタニウムに再度熱処理を加えることによって、うん、結晶柄がこう浮かび上がってくるというような技術となっておりまして、はい、これ実際熱処理をかけてみないとどんな結晶柄が浮かび上がってくるかというところは全くわからないんですね、うん、なので実は全てにおいて別の模様をしているというところですね、うん、こういったところも特徴になっております、はい、そしてですね、さらに今回白蝶貝ですね、マザーオブパールを全面にこう施していくことによって月をこう表現してるんですね、はい、こちら白蝶貝の輝き方を生かしながら作られた文字盤になりますので、はい、またこれ見る角度とかによってもいろんな表情を与えてくれるような文字盤になってるんですね。第3弾の時あの構造色文字盤を使用して、はい、あれもねこう見る角度によって表情違ってましたけど、そうですね、今回の白蝶貝また同じようにちょっと角度によって全然違う輝きですよね、はい、でまたちょっと構造色とは違うのが、うん、やはり白蝶貝というものも自然由来のものになっておりますので、はい、物によってこう輝き方が違うんですね。あ、じゃあこれも、まあ、2つ並べたときに、はい、こう見比べるとちょっと違う。そうなんですよ、個体差があるというところがありますので、貝のどの部分を使うかによって表情が変わるということですね。今回は白蝶貝の上にさらにもう1枚、はい、透明の文字盤を重ねております。はい、でその文字盤の上に月の文様だとか、ちょっとこうトーンを落とすような色をこう敷くことによって、はい、まあ、白蝶貝の色っていうところを逆にちょっとあえて落ち着かせながら、このちょっとブラック調な文字盤でありながら白蝶貝というところを実現している形なんですね、うん、ダイヤル その光沢感とかきらびやかな部分と、ベゼルの部分のサファイアのまたこのキラキラとした感じもまたマッチして、はい、よく見るとバンドの部分がまたこう結晶チタニウムのこういった柄が入ってくると、うん、なんかそれぞれが全然違う色のはずなのに、はい、こうやって合わせてみるとすごいマッチして見えますね。そうなんですよ、この、まあ、本当サファイアベゼルの輝きっていうところを、はい、まあ、こちらフラッグシップの通常モデル、ね、はい、レギュラーモデルも搭載してますが、まあ、この都市名がこう光に合わせてこう光ってくれる、うんうん、まあ、これが今回でいうと月の周りをこう囲んでいるので、はいはい、まあ、まるでこう月かさのようにですね、はい、あの表現につながっているというところになっております。そしてこのモデルですね、ハクトアールコラボレーションモデルということで、はい、ランダーのデザインがこう施された本当に限定仕様というところになっております。まさにこの時計を、ね、手にして打ち上げを見守ってほしいですよね、うん、そうですね。続いて紹介するのは BY100867L と BY100964Y です。木根さんご紹介お願いします。こちらのモデルはですね、あの昨年発売されました大人気モデル、はい、月例自動計算機能がつきました、ルナプログラムを搭載したモデルになっております、はい、まさに今大人気の
はい、このモデルからも特別仕様が出てきたんですね。そうですね、あのハクト R ということでやっぱり月面をこう目指すというところと、はい、月のこういう周期をですね、はい、我々も自動で計算できるという、まあ、そういった機能性を持ち合わせたところの、まあ、コラボレーションということで、はい、まあ、かなりこう親和性の高い、限定仕様となっております。はい、でまずこちらのブラックの方から、ご紹介します。外装としてはオールブラックでなっておりますが、一番注目していただきたいのはやはりこちらのダイヤルの表情になっています。でパッと見ですね、黒ベース、ネイビーベースのようなイメージあるんですが、はい、よく見ていただくとダイヤルのところにですね、青い月、ブルームーンのような、こういったデザインが、大胆にあしらわれております。でこちらですね、あのインクジェットを使いまして、まあ、通常のダイヤルですとだいたいこうフラットに、仕上げることが多いんですが、はい、ちょっとこう凹凸感のある凸凹というところが、ダイヤル上の表現になっています。でよく見るとですね、こちらかなりですね、12時側、6時側、そして9時側のところにもこう立体感が出ておりまして、実はここの機能性の後ろの部分にこのブルームーンが大きくこう描かれているというところがデザイン上の特徴になっています。この月の周りの部分もですね、まあ、夜空をこうイメージしたかのような、まあ、パールでうまくこう混ぜ合わせてですね、とても綺麗な、こういった空間を演出しております。前回この H87 を紹介した時って、まあ、ビジネスでも使いやすい、まあ、ムーンフェーズ機能を搭載した時計っていうところで、あの非常に大反響だったんですけれども、はい、まあ、今回文字盤全体にのこのブルームーンの表情っていうのがまた全然違いますね。はい、うん、まあ、元々のルナプログラムのモデルもそうなんですけど、このムーンフェーズの月の模様がすごくこうリアルで美しいんですよね。うんうん、まあ、こちら本当にあの金属電着というような、はいはい、金属を貼り付けるような技術とあの印刷技術をこう組み合わせて作った月なんですけれども、うん、まあ、本当に細かいデザインがされてますので、うん、まあ、細部まで本当に楽しんでいただけるモデルかと思います。うん、続いて、こちらのツートン仕様になります。外装の部分はですね、DLC を使ったブラックチタニウムだけに関わらず、こちらのサイドの部分は桜ピンクを使った、うん、またあのおぼろげな月のこう表情というものを、まあこういった特殊なですね、デュラテクト技術を使って再現をしております。ですのでもちろん傷にも強いですし、実用性にも担保されたような技術でございます。インデックスとかですね、こういった12時側6時側のこういったリングも同じようなトーンで合わせることによってダイヤルの表情が豊かになったところが特徴的なデザインかなというふうに思います。先ほどのムーンフェイズはシルバームーンだったですけども、うん、今回はゴールドムーンになってるんですね。そうですね、もうこれ特徴的なのが、先ほどのブルームーンと比べるとこっちは6時側のお月様とダイヤルの背景にある部分も全てゴールドで統一された、うん、まあ、そういったまたスペシャル感のある一本に仕上がってるんではないかなと。結構金に近い月っていうのが皆さんこう印象パッと浮かぶと思うんですけれども、うん、まあ、それがこう全体のこのゴールドの輝きと一緒にこう重なり合ってまた特別な仕様になってますよね。あの桜ピンクって結構クロッシーで、うん、はいはい、中心に使われるその表面処理の色味だったりするんですけれども、うんうん、やっぱり桜ピンクってちょっとシックな大人っぽい色でなっていまして、うん、はい、まあ、本当に今回のモデルにもすごくマッチしたなというふうに思いますね。うん、そうですね、クロッシーのこう肌にすごい合わせやすい馴染みやすい色っていうところで大人気ですけれども、やっぱこうメンズモデルで使ってみてもすごいこうマッチしてますよね。うんうん、いわゆる悪目立ちしないこのデュラティクト桜ピンクの良さ、うんうんうん、これ加えていいのがやっぱりケースのラインのところに随所にやっぱりこのミラーとヘアライン書き分けがあるので、桜ピンクの部分がまたちょっと艶っぽくてですね、すごい映えるんですよね。通常ラインナップにはない色味がここであるので、よりこう限定感のある仕様かなと思います。今回あれですよね、この2モデルについても裏蓋のところに、そうですね、ハクト R のこういったハイロゴがエングレーミングされています。エンディングの時間です。今日はランダーにも来てもらいましたけれども、スペシャルゲストですね。はいはい、どうでしたお二人、今回の新作。そうですね、やっぱり今回ハクト R コラボレーション第4弾というところで、はい、まあ、特にやはり今回シチズン独自の技術、はい、あの結晶チタニウムであったり、はい、ルナプログラムであったり、はい、まあ、そういったシチズンにしか作れないような半モデルになっているかなというふうに思いますので、はい、まあ、我々のこういった磨いてきた技術というところを楽しんでいただけたらいいなというふうに考えています。はい、
ハクトアールが月に向かってチャレンジをするという年ですので、まあ我々もこういう製品を通じて、まあ我々の持っている技術を重ねて、少しでもこの時計を手に取った時に、あ、そういうチャレンジをするという方に何かこう届けていきたい一本だなというふうに改めて感じました。やっぱりこう実際店頭でこう手に取ってね、見ていただきたいですし、はい、まあ、こちらのルナプログラムのモデルも、まあ、今レギュラーモデル発売されていますけれども、気軽に店頭でぜひやっていただきたいですよね。はい、皆さん、今回の限定モデル2024年3月発売予定になっております。ぜひ登場をお楽しみに。今日はありがとうございました。バイバイ。バイバイ。